こんにちは。今日もよろしくお願いします。正直言うと、堀江門こと堀江隆文さんのことを最近まで嫌な奴だなって思ってました。金儲けのことばっかり考えてるって。逮捕された時、やっぱりねーなんて思ってたんです。でも、少し前に、 ゼロを読んだ時に自分が思い描いていたイメージと随分違うなって思いました。彼も私と同じように泣いたり笑ったり怖がったりする生身の人間なんだなってとても親近感を感じました。でも彼は自分がやりたいことはどんどん実行していく強い意志の持ち主。 そうは言うもののなかなかできないからね。なんて絶対言いません。そういうところは見習わないと。さて、今回ご紹介するのは、そのホリエモンの著書、我が闘争です。内容を全く知らずに読み始めたのですが、書かれていることは、ゼロと同じような自助伝。違いは、 ゼロよりも企業や経営、IT についてより詳しく専門的に書かれていることでしょうか。彼の子供の頃は普通に考えるとかなり変わった子だったんでしょうね。だからなかなか理解されない。でも彼は周りより2歩も3歩も先のことを考えてたみたいです。 大学時代のエピソードもかなり面白いですね。東大駒場寮で麻雀三昧だったこと、競馬にハマってたこと、その軍資金を捻出するためにバイトをしてたこと、その時のバイトが今の堀江門の原点だったと言っても過言ではないでしょうね。 バイト先でコンピューターができることで重宝され、重要な案件を任され大儲け。何にでも没頭する彼の性格が人が思いつかないことを考え出すのでしょう。そして彼は大学在学中に有限会社オンザエッジを設立したのです。 開業当初の面白いエピソードがあります。あるバイトくんがなかなか優秀で、彼に君が家に入ってくれたらあと1億は売り上げが立つねと期待を込めて言ったそうです。するとそのバイトくん、母親に大学を辞めて働くと宣言したらしいんですよね。 そしてどうなったかというと、母親が会社に怒鳴り込んできたのです。そして母親は、こんな会社に入れるためにうちの子は東大に入ったわけじゃないとヒステリックにまくしたてたそうです。ほどなくしてバイトくんはバイトを辞めてしまったのですが、母親の言ったこんな会社 ってどういう意味なんでしょうか多分名前の知れた大企業ならいいのでしょうね。母親が自分の古い価値観を子供に押し付けることで子供の将来を潰しているケースってたくさんあるのでしょうね。桑原桑原 その後会社は社名をライブドアに変更してどんどん大きくなっていきますこの頃からマスコミにも取り上げられるようになって私たちの目に触れるようになってきたのですねこの頃のライブドアの勢いってすごかったですもんねそして近鉄バッファローズや日本放送の買収で 一躍話題の人になります。金に糸目をつけずに自分の欲のままに会社をどんどん買収していくというイメージがあったのですが、裏事情を読んでいると知らない事実がどんどん明らかになっていきます。やはりどんなことでも多方面から物事を見て判断しないといけないなと思いました。 近鉄バッファローズ買収の時に出てきたのは、巨人の渡辺つねお、球界の伝統、なんて言葉を出しているけれど、あの方の方が私利私欲に走ってたような気がしますけどね。日本放送買収の時には、マスコミの力で勢力を潰そうとする。公共の放送を 保身のために使うのってどう考えても許されることじゃないと思うんですがもしあの時ホリエモンが日本放送を買収していたらテレビ業界はもっと違う展開をするようになってたかもしれませんそうなったところを見てみたかったなと思いますホリエモンは衆議院の選挙にも出ました 仮面静かの地盤である選挙区で、やはり仮面静かの地盤は崩せませんでした。しかし、投票率が79.57%という値からして、この選挙がいかに有権者の注目を集めるものだったかはよくわかります。野球界、テレビ界、そして政界、 ホリエモンは必死で戦いましたが、これらの古い体制はあまりにも大きすぎて、彼をもってしても崩せませんでした。読んでいて悔しさがこみ上げてくる思いがしました。そしてとうとう時代はホリエモンの逮捕劇にと移っていきます。それはあまりにも突然にやってきました。 突然すぎて、ホリエモン自身も何が何だか分からなかったようです。どう考えても法に触れた覚えがない。なのに外堀をどんどん固められている感じ。結局は彼に関係のある者たちが法に触れていた。そしてそれをホリエモンが主導したかのように見せかけた。 ということなのでしょう。わけがわからないまま独房にぶち込められたホリエモン。今まで数秒も無駄にせず動き回っていたのに何もすることがない。これは彼にとってある種の地獄ですね。考え事をすればネガティブな思考にはまってしまう。 ただ、差し入れは許されていたらしく、友人や知人からの差し入れが彼の心の支えとなったようです。特に、切り花の差し入れには自分自身でも驚くほど癒されたそうです。自分以外の生き物の気配を感じることが、これほど心をつかみ、落ち着かせてくれるとは思いもよらなかった。 と、当時を振り返っています。保釈が決まってから、裁判判決までの期間。一人では痛くない。でも外に出るのは怖い。何かをしていないと落ち着かない。でも何もすることがない。あんなに仕事人間だった彼にとって、独房の中で憧れていた外の世界は、 決して昔と同じ世界ではなかったようです。彼はあり余る時間の中で事件について調べてみました。そして信頼していた者たちの横領が発覚します。そして彼らは横領が発覚するのを恐れてホリエモンを主犯に出ち上げたのでしょう。 そして、聞くに耐えないバリ増言。人間不信に陥ってもおかしくないような事実の数々。そして、2年6ヶ月の有罪判決。司法の原則からすれば、疑わしきは無罪。なのにもかかわらず、疑わしきは有罪へと持っていかれた今回の裁判。 検察がほとんど無理やり有罪へと持ち込んだ感が否めません。ホリエモン対国家。既得権益を貪る老害的な存在。そんな存在に真正面からぶつかっていった彼への手痛いしっ費返しなのかもしれません。判決に際して、罪を認めて湿 不幸猶予を狙えというアドバイスもあったそうですが、ホリエモンにはどうしてもできなかったそうです。自分がしてもいないことを認めてしまったら、彼の生き方に反すること。それは彼にはどうしてもできないことだったのでしょう。彼は不器用なほど正直。罪を認めたら有利になるのに、 それをすれば自分が自分でなくなってしまう。ほんと彼らしいですね。彼は出所の後、また精力的に活動しています。やりたいことに没頭して、自分の夢を追求するために、僕はこれからも納得のいかないものとは徹底的に戦っていくつもりでいる、と本書で言っています。 彼のこういう姿勢に共感し、私も自分に正直に生きていきたいと思います。どうも最後まで聞いていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録してね。